お疲れ様でした。お疲れ様でした。中ブライン3人で、はい、まあ、竹内さんが先ほど伺ったら最近浅井さんの前でこううまく先行できず決められなかったんで、はい、今日ここはという気持ちだったんで。そうですね、やっぱり、なかなか決めれてないところがあったし、できれてないところが、ね、その優作にとって不安要素があったと思うんですけど、まあ、そこは、ね、やっぱり過去のことなんで、うん、まあ、今の力をしっかり出せということで、作戦的にはもう自分のいけるタイミング、自分が落ち着いていけるタイミングでいけっていう風な作戦だったので、うん、まあ、それが今の力なんじゃないかなというふうに思いますね。はい、西村さんとも決まって喜ぶ部屋のまたさらに数倍、ね、やりすぎでしょ、やりすぎやりすぎ一気にコントロールして、はい、まだまだね、やっぱりあいつはね、先行まくりでもっとやればいいのになっていうところは自分の中では感じるんですけど、まあ、今回の、並びに関してはやっぱり3番手を回っていく、番手を回っていくっていうレースが続いたので、まあ、それは仕方ないんですけど、やっぱり今後マークになるよりもやっぱり自力でしっかり上位を目指して脚力つけてもう一回ね G1、G2 で戦ってほしいなというふうには思うんですけど、うん、まだまだ本当今回をきっかけに上に全然まだいける素材という、そうですね、やっぱり素質はあるので、もともとのロードのチャンピオンだし、まあ、脚力もすごいあるので、まあ、もっとね、強くなってもいいんじゃないかなという、ところは期待してるんですけど、一緒に決勝にこの三重の可愛い仲間と乗れるというのはやっぱりいいですよね、はい、ですね、うん、多分 G1、G2 で三重県で乗るのってないですよね、うん、ない多分、ないと思うんでね、まあ、それはすごい嬉しいことだし、まあ、直前の練習でも四日市にあいつも練習来て一緒にやったので、まあ、本当にモチベーション高い状態で今回来たのが、まあ、こういうふうな結果につながったのかなというふうに思いますね。決勝もまあ竹内さんと、はい、西村さん3人は同じようにというか、ね、まあ、いつも通り優作が走ってくれて、まあ、いつも通り僕が仕事して、はい、まあ、あえて強力ですけどね、うん、まあ、いいレースをして競輪を楽しくしていきたいなというふうに思います。まずは楽しんで、はい、楽しんでいきます。はい、ありがとうございました。